今年も、今年も、バラナタソン2022がやってきました。イエ、皆さんお元気ですか？はい、本日司会進行させていただきます、田中良子です。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、立ちウイルストレーナーの加藤さつきです。今日は、音楽と映像と、まあ、技術さんをさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ところで、小堀ファカルティがここにいないんですけど、さつきちゃん知ってる？知らない。なんで？なんで？時間進んでる進んでる。そうそう、なんならちょっとね、私たちもトラブルで遅れたからね。ですよね。今日、小堀ファカルティはご挨拶と、それからタッチ。太極拳、うん、それをね皆さんにお披露目したいということだったので、ちょっと探してくるね私と呼んできてもらっていいですか、うんね、よろしくお願いします。はい、ではチームジャパン始まります。Hello everyone, I'm Kentaro Kobori, Faculty for Japan. Robin, thank you so much for this year. And thanks to all my friends who have joined us. Now is the time to really take care of our hearts. I'm glad to be able to connect with so many peopleIn such an era in this way. Let's enjoy 2 hours of hard media and let's make the world even more peaceful and wellness. Thank you so much. 日本の皆さん、たくさんのご参加ありがとうございます。神経火の行、愛情、喜び、笑い声、思う存分楽しんで見せてください。世界の人もたくさんの人が見てるでしょう。そしてきっと一生の思い出に残るでしょう。そしてたくさんの人に勇気と希望を与えてくれるでしょう。はい、思い存分楽しみましょう。ありがとうございます。日本ファカルティ小堀健太郎です。重要計画を流しております。最初に人脈と脈、そして、神経から始めたいと思います。片側から、全部やって、その後また片側をやっていきます。右手で左側を流しています。まず最初人脈と脈です。人脈と脈、神経から流します。小腸、方向径、スイープを出します。神経で上がります。四方径、三小径、半径、スイープを出します。半径、背径、大腸径、累径、一歩出します。今度は左手で右側を流しています。神経、小腸経、膀胱経で一歩出します。神経で上がっています。四方経、三小経、丹経、半径で一歩出します。半径で上がります。背景、大腸、胃径、胃径で一歩出します。胃径、
また2になる。6になる。ありがとうございました。はい、日本バカルティ小森健太郎です。14経絡から流していきます。ご存知の方は一緒に行きましょう。二脈徳脈を流して、その後神経から流していきたいと思います。二脈徳脈神経、神経、小腸系、小腸系、膀胱系、腎系、心胞系、心胞系。三小系，三小系，肝系，肝系，肺系，肺系。大腸、大腸、胃、胃、ありがとうございました。はい、小堀ファカルティありがとうございました。では、愛知県のミンミン&イズミン、どうぞ。できた。こんにちは。ミンミン&イズミンの、狂言風14筋体操を始めたいと思います。よろしくお願いします。これは、タッチオホイエルスのレベル2の筋肉を、日本の昔話、鶴の恩返しを物語にして作りました。皆さんどうぞ、鶴の恩返しを思い浮かべながら、この体操を一緒にやってみてください。どうぞよろしくお願いします。今からちょっと、海外の方にもご説明をします。では、ちょっといいかな。反対ですね。すいませんでした。間違えました。はい。14 muscle dance.タッチフォーエルスレベル2 The、Grateful Clay of Japanese Old Tale The story is about a crane which was grateful to a man who saved it when it was in trouble。 はい、では今から始めたいと思います。
捕まった。ギョーギョーギョー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 。どこだ？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 ズルだ！助けてあげよう！ファンファン、ファンファン、ファンファン、ファンファン。バタバタバタ、バタバタバタ、バタバタバタ、バタバタバタ。高く、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 高く。やら、家の前に、おなごが、びっくり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 。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。見返り、美人、見返り、美人、見返り、美人、見返り、美人。一緒に暮らしましょう。エッサー、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 よーいよい、よーいよい。エッサー、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 よーいよい、よーいよい。ここからは、覗いてはなりません。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 旗織り、パタン。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 覗いてみると、鶴の一本足。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 見たな。腹立ちや、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 腹立ちや。ひらり、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 ひらり。さようなら、さようなら、さようなら、さようなら。はい、終わりました。ありがとうございました。こちらの狂言風14筋体操ですが、2020年の2月から毎朝、Zoom で狂言風14筋体操レベル1、レベル2を開催しています。もし参加されたい方は、私、運の泉の本、Facebook につながっていただければ、メッセージで、Zoom ID を送りますので、どうぞよろしくお願いします。朝の7時半から15分間だけです。よろしくお願いします。さようなら。ありがとうございました。びっくり。びっくりだ。はい、ありがとうございました。では、大分県より、由美一味、どうぞ。インストラクターをしております、麻生由美です。池田由香インストラクターと梅田香奈インストラクターと一緒に14筋体操をしますので、皆さんよかったらご一緒に参加してください。いきます。あんまりそわそわしないで、あなたはいつでもキロキロ、休みをするのはやめてよ、私が誰より一番好きよ、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 好きよ
あんまりそわそわしないで。あなたはいつでもキョロキョロ。休みをするのはやめてよ。私が誰より一番好きよ。ラムちゃん、前に来て。ラムちゃん。はい。はい。ありがとうございます。ラムちゃん可愛かったですね。なんか途中でなんか不思議なものが出てましたけどもね。はい、ありがとうございました。では、オーストラリア他、ハートトゥーハート、どうぞ。はーい。誰がいるのかな。非常にこの後辛いですね。普通に。オーストラリア在住の日本人チーム、ハートトゥーハート。誰が入ってるかな？みちこさん。みちこさんはオーストラリア在住ですが、現在日本です。今タイミングが。こうたろうさん、入ってますね。はい、こんにちは。カズさん。カズさんすぐそこにいるはず。信子さん。信子さん、どっかに見えたはず。そして、今のメンバーがゴールドコースト、ごめんなさい、今のメンバーがシドニーですね。そして、ゴールドコースト、シドニーより1時間ほど、飛行機で1時間ほど来た、ゴールドコーストからアキコさんです。6人で、高齢者チーム、そんなことないか、ゆっくりと14筋太一を行います。よろしくお願いします。はい、では行きましょう。みんな適当に声出してください。皆さんよろしくお願いします。じゃあ、任脈曲の位から行きます。はい、息を吐きながら、ゆっくりと中央に集めていきます。息を吸いながら、ゆっくりと上がっていきます。2回ずついきます。吐きながら集めます。吸いながら上がります。はい、特脈いきます。
手の甲、背中、肘をぐっと引いて息を吐きながら肘を前に、息を吸いながら肘を後ろにぐっと引いて吐きながら前に、吸いながら後ろに行けるところまで引きます。はい、異形です。大胸筋、鎖骨部、肩の高さ、親指下向き、息を吐きながらゆっくり斜め下に開いていきます。息を吸いながら肩の高さまで戻ってきます。はい、吐きながら開きます。吸いながら上がってきます。これできるだけゆっくりいくといいですね。はい、次は飛型広背筋、手のひら外向き脇です。息を吐きながらゆっくりと真横に開きます。息を吸いながら閉じていきます。吸いながら開きます。はい、吐きながら閉じます。次、神経肩甲下筋、ロボットになったら一旦肩をギュッと上げて、落としたところから息を吐きながら肘から先だけ上がっていきます。息を吸いながら降ります。吐きながら上がります。吸いながら降ります。はい、小腸系大腿四頭筋、足です。太もも90度、膝下少し前、息を吐きながらゆっくりと足を揃えます。息を吸いながらゆっくりと足が上がっていきます。吐きながら揃えます。吸いながら上がります。何回やったっけ。吐きながら揃えます。吸いながら上がります。毎回こんなこと言ってますね。反対です。反対の太もも90度、息を吐きながらゆっくりと揃えます。吸いながら上がります。吐きながら揃えます。吸いながら上がります。はい。次は何だっけ？膀胱系は前脛骨筋いきます。かかとをつけて指先をできるだけ上げます。ふくらはぎがビビビッと伸びてる感じです。かかとをつけて指先上がります。息を吐きながらゆっくりと指先踏み込みます。息を吸いながらかかとをつけたまま指先上がります。吐きながら踏み込みます。吸いながら上がります。反対です。かかとをつけて指先グッと上げて、息を吐きながらゆっくり踏み込みます。吸いながら上がります。吐きながら踏み込みます。吸いながら上がります。はい、次は腎経大腰筋、お腹の中ですね。足を揃えたら45度開いて、45度ポンと蹴り上げて、息を吐きながらゆっくりかかとから後ろに引きます。吸いながらかかとから前に上がります。吐きながら後ろに引きます。吸いながら前に上がります。反対です。反対の足45度開いて、45度蹴り上げて、足先外、息を吐きながらゆっくり後ろに引きます。吸いながら上がってきます。吐きながら後ろに引きます。吸いながら上がってきます。はい、進歩系中殿筋、ヒップの脇、足先前向きのまま真横に開いたら、息を吐きながらゆっくりと足を閉じます。吸いながら真横に開きます。吐きながら閉じます。吸いながら開きます。反対も真横に開いたら、息を吐きながらゆっくりと閉じます。吸いながら開きます。吐きながら閉じます。吸いながら開きます。はい、三焦系初円筋、脇を W を作って、脇を締めて、肘90度、息吐きながらゆっくり前に何かを抱えていきます。息を吸いながら開いていきます。吐きながら何かを抱える、ハグスに。吸いながらそっと手放していきます。単形三角筋全部、手の甲を前向き、脇から30度、息を吐きながらゆっくり脇に戻ります。
吸いながらは30度まで上がります。吐きながら戻ります。吸いながら前に30度上がっていきます。はい、大胸筋鎖骨部、肩の高さ、親指下向き、息を吐きながら上に上がっていきます。吸いながら肩の高さに戻ります。吐きながら上がります。吸いながら肩の高さに戻ります。そのまま親指を上向きにして肩の高さより少し高い位置。息吐きながらゆっくり突き出して下ろしていきます。吸いながら上がっていきます。吐きながら突き出しながら降りていきます。吸いながら、突き出しながら上がっていきます。最後です。大腸系大腿筋膜張筋。足先揃えたら、片方45度切り上げて、足先内向き。息を吐きながら、ゆっくりと揃えていきます。吸いながら上がります。吐きながら揃います。吸いながら上がります。反対も45度開いて45度切り上げたら足先内向き。息吐きながらゆっくり揃えます。吸いながら上がります。吐きながら揃えます。吸いながら上がります。私たちはこれを2年間毎週月曜日楽しみながら老人会、違う、そんなことないですね。はい。ではシドニーの皆さん一緒に行きましょう。バランスとボール、ハートゥーハート。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you. はい。はい、オーストラリアの老人会、いやいや違う、オーストラリアの皆さん、こらございました。はい、では今から皆さんと、そして見学されている方も皆さんご一緒に ESR タイム始めたいと思います。数値化したいことがあったら数値化して、皆さんで ESR タイム、どうぞ。いいよいいよ。ありがとうございました。皆さんすっきりしたんじゃないですか。大人気の ESR タイムでした。では岐阜県より、あ、岐阜県ほかたくさんの方がお集まりです。五行レンジャー、どうぞ。